私の名前は東かや子、職業は塾講師だ。子供と関わる仕事に就くのが夢だったので楽しく勉強を教えている。塾は中学生が対象なので学校が終わる時間から20時くらいまでだけど、義両親と義妹はそれが気に食わないらしくてかなりうるさい。陽明が夕食の時間にいないなんて役割を果たしてないとか電話でわざわざ言ってきてうんざり。その度に夫は塾講師だから仕方ないだろと言ってくれていたのだが、最近じゃ義両親に感化されてしまった。ああ帰ってきてから飯も準備されてないなんて、これじゃ結婚してる意味ないなとか言いながら、チラチラ月一でうちに義両親と義妹が来て勝手に家族団らんしてるのだが、今日も帰ったら案の定。遅いわよ、嫁としてなってない。こんなのお嫁さんだなんてお兄ちゃんもかわいそう。冷蔵庫の酒をあさり、リビングをぐちゃぐちゃにし、分別できてないゴミを散乱させながら偉そうにしている。こんな時間までほっつき歩く常識ない女は離婚されても仕方ないわよ。その言葉にうんうんうなずく夫。いい加減我慢の限界だ。私は夫に向かってこうはっきり言った。あなたに選ばせてあげる。一人であなたの親への仕送りとマンションのローン払って生活できるなら別れていいよ。義実家への仕送りは旦那の見栄も手伝って月15万。結婚した当時は夫も同年代の中ではもらっている方だった。お互いに金銭的な余裕があり、結婚してすぐマンションを買う決断もできたほどだ。ただその後すぐ夫の会社も不景気の煽りを受けて段階的に給料カット、残業代なしになり、夫も変わっていってしまった。私は思う存分自分の好きな仕事をして納得いく給料をもらっているのに、自分はそれができない。そのイライラをぶつけていたのだと思う。だが私もいつまでも我慢ができる女じゃない。そのすれ違いの中で義実家が首を突っ込んで余計にこじれた格好となっていた。夫の会社は残業できなくなったから手取りの大半がローンに消える。嫌味と襲撃は何度言っても改善されなかった。は？俺だけなら仕送りする必要ないし、マンションも売ればいいから俺困らないけど。ヘラヘラ笑ってる夫。義両親たちも私の強がりだと思っている。離婚を盾に脅してさ。離婚したくないけど、君の妻としてのあり方が問題だから、今のままなら別れるしかないね。ええ、構わないわよ。俺は仕事から疲れて帰ってきて、温かいご飯とお風呂が用意されてる家庭に育ったからさ、君にもそれをお願いしたかっただけなのにな。残念だよ。ほら、離婚するならとっとと出て行きなさい。そうだ、出てけ。その夜のうちに荷物をまとめ、私は家を出た。明日も仕事はあるし、とりあえずビジネスホテルへ。遅い出勤なので不動産屋に新しい部屋を探しに行ったり、弁護士に今回のことを依頼しに行ったりした。何せ離婚を言い出したのはあちらだし、話し合いになったもののあっさりと反抗をしてくれた。後から寂しいって泣きついても知らないからな。はいはい、二度と連絡してこないでね。義両親や夫と生徒たち、どちらを取るかなんて迷う選択ではない。勉強が嫌いな子が学ぶ楽しさを知った時の表情とか、志望校に受かった時の笑顔は忘れない。こんな私をないがしろにする人たちよりずっと好きだ。元夫とはすっかり縁が切れ、忘れていた頃、やはりというか山のようなメールが来ていた。おそらく給料日だからだろう。ローン払ったら生活できないです。思い出の詰まった家ですが、やはり嬉しくありません。両親は家庭に入ってくれる嫁を探せと言いますが、今の俺では養えないみたいです。鼻で笑ってしまった。そんなの予想がついていただろうに。今まで明細や通帳を見てなかったのかと突っ込みたい。まあ元夫のことだから、給料が減った明細は受け入れたくないから見てないのだろう。だけど家族は高給取りと思っている。離婚後通帳を見たらこんなもんしかもらえてない現実がある。大変な気持ちを知ってほしいというところだろうか。もう私には関係がない話だ。メールの返信としては、仕事場に来たら容赦なく警察に突き出しますからとはっきり伝えた。するとすぐさま電話に切り替えてかかってきた。なんでそんなに冷たいこと言うんだよ。俺たちの家なのに。もうあなたたち家族の家でしょ。離婚する時もよこせって自分から言ったじゃない。でもこのままじゃ暮らせない。そうでしょうね。義両親だけでなく義妹も住まわせてるらしいから。おまけに義妹は働いていない。俺たち家族がどうなってもいいのか。うん。え、即答されると思ってなかったらしい。もう赤の他人なのに。とにかく何かあるのなら弁護士を通して。あなたと話すことなんてないから。ちょ、すぐに着信拒否し、しばらくは平和だった。
だがある日、病院から電話がかかってきたのだ。東良平さんの奥様でいらっしゃいますか？は？実は旦那さんが大量の薬を飲んで救急車で運ばれたんです。は？元夫、私と本当に連絡が取れない。でもローンは払えない。なんとか元さやに戻りたくて市販の薬を意図的に一気飲みしたらしい。そして連絡先に私の番号を病院に教えたのだ。病院に駆けつけてくれると思い込んで。バカらしい。そんなわけないでしょ。かまってちゃんのような行為にうんざりした。いえ、離婚してまして関係ないんで。え？そうだったんですか？両親と妹はいるので、そちらに連絡取ったらいかがですか？そうですね、すみませんでした。申し訳なさそうな看護師さん、まったくいい迷惑だ。その夜すぐ病院から帰ってきたらしい夫がうちの実家にやってきたという。対応してくれたのは両親だった。お宅の娘さんは冷たいですよ。俺が倒れたっていうのに心配もしてくれない。しかしもう離婚したのだから他人でしょ。夫婦っていうのは紙一枚で切れる絆じゃありません。早く火薬を呼んでください。じゃないと俺。結婚していた間は随分娘を親と一緒に虐げていたくせに、金がなくなるとすがるなんて調子がいいことだと思いませんか？冷たい。あの女の親だからやっぱり冷たい。優しさのかけらもない。ワンワン泣いて同情を誘おうとする元夫、その姿にさすがに呆れ、父は静かに怒りを表したという。何が冷たいだ。親に嫌がらせをしていても何一つ助けなかった夫のくせに。それは嫁に来たからにはうちに従うのは当たり前で。君は一体誰と家族になったんだ？娘だろ。給料が下がったのなんだの知らないが、娘に八つ当たりしたことも謝らずに金をよこせだと？バカにするのもいい加減にしたらどうだね。父の剣幕に腰を抜かした元夫、ひいひい言いながら帰ったわよと後から母が教えてくれた。これで本当に関わることはないだろうなとちょっと胸をなで下ろした。私は間を置いて縁があって再婚。夫の勇気は在宅での仕事が多く、家事もかなり引き受けてくれたので助かった。食事時間もお互いバラバラでも気にしない。掃除もやれる時にやればいいという楽さもあり、うまくやっている。そのうち高齢であるものの妊娠出産、娘が生まれ幸せな生活を過ごしていたある日。お疲れ様です。仕事が終わって塾から出ると、ぬっと影から誰かが現れた。元夫だった。俺だよ、久しぶり。ずいぶん痩せて服はヨレヨレ、武将髭も生えていて、一体誰だかわからなかった。あれから家売るしかなくなっちゃってさ、会社もリストラされて、金マジでないんだよ。お前まだ俺のこと好きなら再婚しない？よくもまあ堂々と言えたものだ。勇気だけは褒めてあげよう。反省もせず自分のことしか考えないこの男には同情の感情すらない。誰ですか？警察呼びますよ。え？何言ってんの？俺だよ。知りません。ついてこないでください。本当は分かっていたが、あなたなんて知らない、忘れている、考えたくもないというのを態度に出した。元夫はその様子にショックを受けていた。俺のことを忘れたのかよ。これからどうしたら。かまってちゃんらしくへたり込んで大声で泣く。無視して私は車へ。あれでは警察を呼ばれるのも時間の問題だろう。塾の前だしね。その後共通の友人から聞いたが、元夫はローンを払えずマンションを手放したのは本当らしい。義実家に身を寄せ、義妹含め4人で暮らしていたものの、近所で言うことを聞くいい嫁を探していると馬鹿げた嫁探しをしたため村八部に。離婚して嫁が逃げた家に嫁ぎたい女なんていないだろうとはっきり言われ、孤立してしまったという。リストラされた息子、働かない娘、年金でやっていけるわけもなく、毎日荒れているのだという。早く働け。ミナが働けばいいよ。はぁ？ミナは花嫁修行だけしてればいいんですけど。あんな自分勝手な子、嫁のもらい手なんてないだろうに。いずれは義実家も売り飛ばさなければならないだろう。私の方は夫娘と穏やかに暮らしている。ほんと、あの時子供の笑顔を取ってよかったわ。だからこそこうやって本当に大事なものを得られたんだから。一度や二度の失敗なんてよくあることなんて子供によく教えてるけど、まさか身をもって体験することになるとはね。ご視聴ありがとうございました。また見てね。